本大会が2020年中に開催されない場合とだけ書いてあります。この解釈によっては延期ということは2020年中であればということに取れるかというふうに思いますけれども、今の時点では国としては組織委員会と、そして IOC 開催都市である東京都が進めて7月24日に開催をするということを前提で今全力を挙げておられますので、それを国としてしっかりとサポートをする、それに尽くしていきたいというふうに思っています。